回紹介した X ゴーストを実際に履いてみたいと思います。前回の動画でも紹介している通り、カラー自体は海外でカラーリングを、お願いしたものになります。ただ日本のサッカーショップでもこのスパイクを売ってるのを見たことがあるという人がいるようで、もしかしたら海外で先行的に販売されていたものをカラーリングしたといって、送り返していったのかもしれません。やっぱり一番の特徴は、この軽さだと思います。表面の皮が非常に薄いので、本当に素足に近い感じで蹴れるんじゃないかなと思います。あとフィット感がとても良くて、蹴ったり走ったりしている時、その中で足がずれないっていうのがとても良いという声が、いくつかありました。あとアウトソールに高反発のカーボンプレートを搭載したことによって、1歩目2歩目の加速度が非常に良いというようなレビューを見ました。悪い。やっぱ軽さは本当にすごい軽いなっていう感じなんですけど、それ以上にボールタッチが裸足でボールを蹴った時のエチンっていう感じがして、トラップとか足先の、テクニックとかボール運びがやりやすいっていうか、感覚的に近いなっていう、個人的には紐が若干ほどきやすいのかなっていう感じがしますね。結び方だったり、人の足の形状によって違うんでしょうけど、自分が最近紐のついているスパイクを履いてないっていうのもあるかもしれないし、ちょっと気になりましたね。